ラッドサーバーはサービスベースのアプリケーションを迅速に構築でき展開できるアプリケーション基盤です。 Delphi や C++ を使ってラッドサーバー向けのパッケージを容易に実装できます。実装の準備はウィザードを使ってリソースを登録することです。そして新規に作成されたテンプレートのプロジェクトに対して必要なコンポーネントを配置し対応するコードを記述することでアプリケーションが完成します。ここでは OS のバージョンを表示する処理を入れてみましょう。そしてこれをそのままビルドすると、ラッドサーバー、開発サーバーが起動します。開発サーバーは8080で起動していますので、先ほど登録した OS バージョンのリソースに接続します。そうするとこのように、OS バージョンの情報が表示されました。今ここではユニコードの文字列がそのまま UTF-8 ではない形で表示されているので、このような、表示になっておりますが、指定した通りの、処理が動いております。 RAD Studio 10.2 では新たにマルチテナントサポートが追加されました。一つの RAD サーバーインスタンスと一つの RAD サーバーデータベースで複数のテナントをデータが混在することなく管理できるようになりました。テナントの ID ごとにユーザーのデータベース、異なるものを管理できるようになりました。ここでテナントの ID を別なものに変更すると、異なるユーザーの情報が表示されていることが確認いただけるかと思います。このようにそれぞれのテナントにはユーザー、グループなどの情報を個別に持つことができるようになりました。サンプルアプリケーションの小売店チェーンのシナリオでは各店舗ごとに従業員と物品の情報を管理します。マネージャーは商品を管理し削除したり編集したりということができます。また従業員は必要に応じてチェーン内の他の店舗に関する情報を見ることができるように設計されています。そして各テナントに紐付けられたユーザー等に関する情報はラッドサーバーの管理コンソールアプリで行うことができます。またマルチテナントの管理コンソールを使えばテナントの追加、編集、削除が行えます。ラッドスタジオ 10.2 で Windows と Linux サーバー向けにマルチテナント対応のサーバーをこのように簡単に作ることができます。